ヤグタウンです。毎日讃岐うどんの動画アップロードしております。今回はこちらの4店舗を一気に見ることができる動画の方を作ってまいりました。ということで、ぜひ最後までご視聴ください。ということで、今日は香川県高松市にある桃太郎館さんの方に向かっていっております。それではこの桃太郎館さんの基本的な店舗情報について説明させていただきます。まず食べログの点数なんですが 3.36 点、そして Google の点数が 4.3 点となっています。営業時間は11時から16時まで、でも麺切れ次第終了なので注意してください。定休日は毎週日曜日です。交通手段として車で来た場合は駐車場が約15台分あります。電車の場合は最寄り駅が木梨駅、550メートルほど離れていて、徒歩で言えば7分程度で着くことができます。周辺のうどん屋さんとしては横倉うどんさん、鶴市さんとかがあるあの辺りです。そしておすすめのうどんはカレーうどんです。こちらの店、昭和55年創業の老舗です。このお店のある地域は木梨町、この木梨地区桃太郎伝説の地なので、ここのお店桃太郎館って言うんですね。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら、さあそれでは入店していきましょう。このお店がある木梨地区はうどん屋さんの激戦区です。その中でこちらのお店、唯一セルフ店ではなくサービス店となっています。ちなみに最寄りの駅である木梨駅には人気ゲーム桃太郎電鉄の石像が置いてあります。2002年にハドソンさんが JR 四国に寄贈しています。桃太郎とボンビーのベンチ。桃太郎といえば岡山県のイメージが強いんですけど、実は香川県の女木島っていうところが鬼ヶ島なんですよ。こちら肉が美味しいと有名で、そのお肉が使われているカレーうどんを注文します。注文いいですか？カレーうどん一つ。カレー、はい、カレー一丁。店内はこんな感じになってます。和風チックで落ち着いた空間ですね。照明の色も温暖色ですごく柔らかな雰囲気です。昔からある古き良きうどん屋さんって感じの店構えです。それではいただきます。麺はもちもちしてて少し細めです。
表面積が広い分カレーの味がよく染みて、すごくカレーうどんと合う麺だなって思いました。レトルトではない手作りのカレーだしです。片栗粉でとろみをつけてる昭和な雰囲気のカレー。味なんですけど、少し甘口で、だしにカレースパイスを溶かしているみたいです。肉うどんにカレーを入れたような感じですね。玉ねぎがシャキッとしてて具沢山でとっても美味しかった。それでは最後の一口いただきます。カレーのだしは片栗粉のとろみだったので、最後の方にはそのとろみが分解されて出汁がサラサラ、とても飲みやすかったです。熱々だったのですごく汗をかきながら食べました。夏に熱いものを食べるとすごく元気がつきそうでいいなって思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまです。550円で、はい、ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。ということで、今日は香川県坂出市にある麺屋七福別邸さんの方へ向かってっております。それでは七福別邸さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログですが 3.52 点、そして Google が 3.9 点となっています。営業時間は10時から15時までなんですが、麺切れで終了です。定休日は毎週水曜日、ただし第3水曜日は営業しております。交通手段として車を使った場合は駐車場が約30台分、それに加えて大型車も何台も入るような駐車場がありました。電車の場合は最寄り駅が坂出駅、 2.6 キロほど離れていて、徒歩で言えば33分程度の場所です。周辺のうどん屋さんとしては毎度毎度さんであったり、日の出製麺所さんがあるあの辺り。おすすめはカツカレーうどんです。普通のカレーうどんはあれど、カツが乗ってるのは珍しいですよね。高松にある香川県庁近くの麺屋七福さんの別邸にあたるお店になります。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら、それでは早速入店していきましょう。こちらのお店、注文形式がちょっと変わっていて、最初に注文会計して、あとは席で待つ半サービスのスタイルです。看板メニューのカツカレーうどんを注文しようと思ったんですけど、カツカレーうどん、ありがとうございます。はい、今期間限定で予約にお野菜の素揚げが乗ったデジタルカツカレーも人気になるんですけど、どちらがいいですか？じゃあおすすめの方で。はい、ありがとうございます。はい、麺を温めるのとそのままに熱いカレーをかけるのどちらがいいですか？どっちが人気ですか？熱い方。じゃあ熱い方で。はい、温泉卵は入れますか？いや、大丈夫です。ご注文は以上でよろしいですか？おすすめに惹かれて、ベジタベルカツカレーうどんにしました。
10分ぐらいいただくんですが、できたらお席までお待ちします。わかりました。お席を買ってください、はい。注文が入ってから出来たてを作っているので少し時間がかかっちゃいます。席で待ちましょう。店内はこんな感じになってます。和風で落ち着いた雰囲気の店内です。奥に見えるテーブルには仕切りもついているのでグループでもすごく入りやすいところですね。さらに奥には座敷もありました。畳になってて子供がいてもすごく入りやすいですよね。紙エプロンがついてくるので突発的に白い服で着たくなっても大丈夫です。本当に豪華で見えていない部分にお肉もあるし、かつ野菜以外にもお揚げ、かまぼこも入ってます。カレーもタプタプになるまで入ってます。それではいただきます。麺はツルツルとしていて喉越しがとってもいいです。やや細めの麺でカレーだしに馴染んでます。程よいコシと硬さもあるんですけど、何より麺の量もとっても多いんですよね。この湯気が見えてわかるように熱々です。やっぱりカレーうどんは熱々が一番美味しいですね。レンゲをつけてくれているのでこれでカレーいただきます。もちろんカレーも熱々なのでこのレンゲが食べやすくてすごく嬉しい。カレーはだしと合わせているタイプです。結構スパイシーだけど、ただ辛いだけじゃなくて最初にカレーの甘みが出てきて、その後にだしの旨味、そして最後にスパイシーなコクを感じるカレーでした。とんかつは揚げたてのサックサク、こちらもサイズが大きくて食べ応えが抜群です。粉チーズが乗っているところを食べるとちょっとマイルドになって、それがポイントになっていいですね。野菜もたくさん乗ってるのでめちゃくちゃ豪華です。ナスビがでかい。この素揚げの野菜は全部柔らかくて美味しかったです。かぼちゃ、さつまいも、人参、アスパラガスが入ってました。僕もそうなんですけど、ちょっと野菜不足だなって感じている方はぜひこちらのベジタブルカレーおすすめです。それでは最後の一口いただきます。カレーは最初はトロトロで後半はさらっと食べられるようになっていました。で、すごく記憶に残っているのが店員さんの接客がとっても愛想が良くて丁寧だったってところです。うどんも美味しいし、なんかまた来たいなって思えるようなお店でした。ということで、とっても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。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 ということで、今日は香川県さぬき市にあるさぬきうどんどころメンディーさんの方へ向かっていっております。それではこのメンディーさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログなんですが 3.27 点、そして Google が 4.0 点となっています。営業時間は10時半から15時まで、定休日は毎週月曜日なんですが、祝日の場合は月曜日営業しておりまして、その代わり翌日の火曜日がお休みとなります。交通手段としては車で来た場合、共用の駐車場が約15台分あります。電車の場合は最寄り駅が白駅、 1.1 キロほど離れたところにあって徒歩約13分の場所です。周辺のうどん屋さんとしては
山さんであったり九条庵のシド店さんがあるあの辺り、おすすめは和風玉カレーです。メンディ、一回聞いたら忘れないインパクトのある名前ですよね。もともと根っこシド店があった場所で店主さんが独立されて今のお店になったみたいです。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは早速入店していきましょう。一般的なセルフスタイルのお店です。まず水入れてから注文していきます。和風玉カレーのショーでお願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。和風玉カレーのショーを注文です。 3,4 分したら出来上がって呼んでくれるみたいです。あ、ありがとうございます。はい。はい。はい。翌日から使える50円割引券をいただきました。雨の日だからいただけたので、雨の日に来ることもおすすめですね。店内はこんな感じになってます。全体的にすごく清潔感があるお店でした。窓も広いので店内がすごく明るかったです。はい、気をつけてくださいね。ありがとうございます。いただきます。はい、すいません、薬味のスプーン方向を持ちになって入れてください。わかりました。薬味は個人個人で取れるように個別のスプーンを用意してくれていました。ネギと天かすを入れて席の方ついていきます。それではいただきます。麺は太めでしっかりともちもちとしています。麺をすするととろみのあるカレールーが絡みついて、カレーうどんとしてこれ完成されていますね。カレーもいただいていきます。ルーは少しスパイシーで出汁が効いていました。和風とついているだけあってやっぱ一味違いますね。ルーのとろみがとっても強くてかなりとろっとろです。具材はかき卵と豚肉が入ってます。見た目にも良くてカレーに馴染んでてすごくいい感じでした。個人的にカレーを食べるとき醤油をかけて食べるのがとっても好きなんですよね。ということで、失敗しても被害が少ないように最後に自分好みにちょっと醤油かけてみます。量完璧です。いやー、これ美味しすぎるな。より和風感とコクと深みが増すと思います。残りも醤油味でいっちゃいます。慎重に、ちょっとだけ。ダメだ、入れすぎました。まあ
ご愛嬌ということで。それでは最後の一口いただきます。最後はちょっと醤油が濃かったんですけど、全体的にとろみのあるカレーうどんとしてとても美味しかったです。柚子と親鶏が入った柚子玉も美味しいと評判みたいです。次は食べてみたいと思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ということで、今日は香川県三豊市にある手打ちうどん空海さんの方へ向かってっております。それではこの空海さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.35 点、そして Google の点数が 3.8 点となっています。営業時間は10時半から14時まで、定休日は毎週水曜日と第1、第3火曜日です。交通手段として車で来た場合は駐車場が約20台分あります。電車の場合は最寄り駅が美濃駅、 500m ほどしか離れてなくて徒歩約6分程度の位置です。周辺のうどん屋さんとしては一富士さんであったり勝屋さんがある大体あなたり、おすすめのうどんは激辛カレーうどんです。辛さが11倍、21倍と選べる1日限定50食のうどん、高瀬の渡辺さんで11年間修行されていたという店主さん、この葉型の天ぷらもあります。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらはサービス店になります。今回激辛のカレー店うどんを注文したいのですが、辛さの程度がわからないので聞いてみます。カレー店うどんでのショーで、はい、これってごめんなさい、11とか21とかってどんくらいの辛さです？ちょっとしたらスイーツの方が11で、はい、ちょっと喉が痛いなと思うのが21 で、普通は辛口ぐらいの辛さ、あ、思ってくれたらいいと思います。じゃあ21で、はい、お願いします。はい、店内はこんな感じになってます。店内から見えるところで店主さんがうどんを売っている姿が見れるお店になってます。今回カレーの辛さは一番辛い21倍にしました。辛いの好きなんで多分大丈夫だと思います。おでんも取ります。どれでも90円。この大きい豆腐にしました。味噌とからしをつけて食べていきましょう。それではいただきます。薬味のネギをかけます。
ょっと大きすぎる天ぷらを避けて麺からいただいていきます。カレーのルーにはとろみがあって出汁に溶けていないので、まだルーがついていないうどんを食べてみます。麺は太めでコシのあるゴン太麺でした。コシの中にも硬さがあって、とても存在感がある麺です。ちょっとだけルーがついてきてるんですけど、それだけでも21からの片鱗を少し感じます。それではルーもがっつり絡めて食べてみます。最初は香辛料の風味を感じるくらいで、思ったより辛くないかもと思ったんですけど、少し遅れて胃袋からじわーっと熱くなる辛さでした。でもやっぱりカレーの旨味も感じて美味しかったです。でもやっぱり辛い。一般的なお店で有料になるくらいの辛さが好きな人におすすめだと思います。翌日にお腹が痛くなりそうと思ったけど、実は全然大丈夫でした。それでは天ぷらもいただきます。出汁を吸ってふやふやになった天かす、カツオですかね、カレーの影響がない出汁がとても美味しいです。天ぷらの大きさもいわゆる渡辺系さんの他のお店より一回り大きく感じました。具も豪華で、エビ、ちくわ、かぼちゃ、ナス、ピーマン入ってます。出汁に浸ってないところはしっとりサクッとしてて、カレーの口休めにも良かったです。それではおでんの豆腐いただいていきます。柔らかくて味噌の甘さと辛子も合います。このサイズで90円は嬉しいですね。もし今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひチャンネル登録そして高評価押していただけると嬉しいです。お願いします。そして友達同僚の方に、うどん好きの方または香川県出身の方がおられましたら、ぜひこちらの動画そしてこちらのチャンネルのことをおすすめしていただけるとすごくすごく助かりますので、どうぞよろしくお願いします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。そしていつもコメント楽しみにしています。今回のうどんの感想やおすすめのお店がありましたら、ぜひ書き込んでいってください。それでは最後の一口いただきます。辛さ21倍は辛いのが得意な人じゃないと少し厳しい辛さでしたね。1日限定50食、刺激のあるカレーに挑戦したい方はぜひ食べてみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。何も言えなくて黙ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは雷鳴さ、競争した臭いな。